はい、インボメシです。よろしく。半身です。今日はね、メリクリだからね、本当は、うん、ただいまの日付、12月25日の夜です、うん、クリスマスだから、お雑煮と焼き魚食ってるから、ね、クリスマスだからな、うん、いい日だわ。いただきます。やば、うますぎ。これやばい。お雑煮も大好きだからな、俺も。鶏ももってうまいよな。うん、じゃあちょっと皆さん飯食ってるんで、今のうちに告知させていただきたいと思います。いいよ。私、リナメンディ、1月28日、日曜日、イベントあります。イベントやるんすか？はい。マジ？メンバーは僕だけですね、今回。リナメンのホラーナイト。それはできません。大阪編を。やります。前回ね、これ東京でやったんだけど、今回大阪で1月の末、28日に。すげえ。やろうと思います。場所は、梅田ラテラルです。ここは、ね、前回もお世話になったところだね。うんうん、そうですね。そしてなんと、ゲスト、田中俊之さんです。お、すげえ。すごいよね、これ。すごい。本物だ。本物の人と。クレイジージャーニー出てた。そうです。クレイジージャーニー出てた時の田中さんとイベントやらせていただくことになりました。田中さん、めっちゃいい人だからね。はい。まあ、内容としましてはね、過去の自分の心霊撮影の動画をみんなで見ながら、まあ解説していこうかなと思ってます。お、まあ、あと田中さんはね、もちろんゲストに呼んでるってことなんで、まあ何をするかはまだ決まってないんですけども、うん、ぜひお楽しみにしといてください。今んところはまだこれぐらいしか決まってないんですけど、うん、イベントやるは確定しました。うん、人来るかな。メンバーシップに上がってる動画を見るってことみんなで。そうだね。俺も心霊動画見つつ、あとまあ田中さんが何かをしてくれるのかしてくれないのかとかしないと。コレクターですから。あ、まあそうだな。ただそう、それ言ってなかったね。まあ知ってるでしょ、みんな。田中さんはもう、ほんと時の人だから。うん、顔見ればわかるでしょ。うん。あなたよく呪われないよな。気づいてないのか。うん、あ、気づいてない可能性。まあ皆さんよかったら、はい、ぜひぜひ。時間がまだ決まってないのかな。ちょっといろいろ決まってから、うん。ぜひ来てください、皆さん。皆さんよかったらお願いします、うん。メンバーシップ入ってない方でもメンバーシップの動画見れる。うん、あ、今回ちょっとずるイベント。確かにそれずるだな、うん。うん。ちゃんとおもろいからな、うん、この企画もな。なかなか飽きられないからね。じゃあ目標言ってきません。今年こそ目標、うん、目標は消されないこと、チャンネルバンされないことだね。やっぱチャンネルバンが一番困りますからね。危ないからね。もう一回作るのめんどくさいじゃん、チャンネル。確かに。雄大はなんかあんの？お茶の間100万人ですね。おー、いいね。でかいね、目標が、うん、すごいね。今登録者減るからね、この時期ね。 YouTube の一斉お掃除が始まってるから、今アカウント削除がね。お掃除。 Google のログイン何年かしてないアカウント全部消されてます、うんうん、2年間全くログインしてないアカウントね。100万人行くにはどうすればいいんですか？そうなんだよ、やっぱコラボです。あ、コラボね、うん、じゃあどうだね。じゃあの道は蛇っていうしな。周りの方に勧めてほしいです、見てる方に。あー、コメントね、うん、勧めづらいジャンルかもしれない。足で稼ぐ。一番伸びるのはさ、おすすめに乗ることなんだよ、うん、究極は。そう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 、それが何より一番いい。俺はもう決まってる目標、 DMM もやってるんでね。 DMM に入っていただいてる方もそうだけど、うん、まあ、それ以外のファンの方も大事にするっていう、うん、全ファンをね、うん、そう。イラメさん目標は何ですか？まあ俺は清潔かな。いける。まあ一番難しいとされてる。いきなり今年はやっぱ厳しく頑張ってる。マジ？いきなりそこ目標にすんの？うん、もう普通にラルフローレンとかちいるわ。清潔にね、うんうん、イギリスの紳士、うん、ゴルフとかもしよう。まあ新年ってことでね、めでたくない話をねしてもらう。24になっちゃったってことだよ、ね、2024ね、今年人類滅亡じゃん、うん、まあ、でもね、結局まだ2023ですから、僕が今喋ってる時代は。そうそうそう。で今最近ね、こうずっと話題になってるようなもの、まああるので、その辺の話をしていこうかなということで、まあ最近よくさ、政治資金パーティーの裏金問題よく揉めて、安倍晋三元首相の派閥の人たちがさ、よく名前が挙げられて検挙されてるというかね、そういう人たちが、うん、結構その辺のね、派閥の人たちがこう摘発されてるんですよね、うん、検察とかから。だから検察が今日本の治安を浄化しようとしてるみたいなさ、いわゆるあの人たちほら改憲派って言われたりしたからさ、うん、憲法改正に歯止めがかかってるんじゃないかみたいなね、うん、なんかそんな流れがあるんですけども、うん、検察は一体どういう組織なんでしょうかっていうところをね、うん、そもそも検察とはっていう話をしようかなと、うんうん、まずいわゆる東京地検特捜部、なんかよく聞く、よく聞くね、うん、東京地検特捜部、これの前身とされる組織は GHQ によって設立された陰徳滞蔵物資事件特捜部って名前なんですよ。陰滞蔵物資事件というものが昔起きたんですけども、これは旧日本軍が戦時中に民間から接収したダイヤモンドなどの貴金属類、軍需物資について GHQ 占領前に処分通達を出し、大半が行方知れずとなった事件。もったいな。いわゆる M 資金って言われてるんです、これが。M 資金、うん、
まあだからその行方を探すためにということで、1947年 GHQ、敗戦国日本で隠匿された行方不明になった M 資金をアメリカが接収するため、つまりアメリカがそれをもらうために検察庁に隠匿滞蔵物資事件特捜部というものを設置し、GHQ の指揮下に置いたっていうものなんですよ。で、この隠匿滞蔵物資事件特捜部はですね、現在の特別捜査部となり、現在もアルファベット3文字のアメリカの組織と勉強会などを開いたり、密接な交流を図り、アメリカのそういうアルファベット3文字の組織の実質的な指揮下に置かれていると。歴代特捜部長はアメリカの息のかかった人物が就任するというのは常識であると。大体みんなあのね、在米日本大使館の人とかね、そういう人たちがよく特捜部長になると。だからいわゆるアメリカにとって都合の悪い動きをした政治家などはですね、基本的にスキャンダルやでっち上げられて、まあ、政権を追われたり、もっと言えば逮捕されたりと、そういう動きをするのが、まあ、いわゆる検察になっていると、うんうん、政権を担っている政治家より上の立場になる場合もあるね。そうですね、うん、でこの M 資金に関しては GHQ にその後取られ、建前上は賠償、戦後復興にほぼ費やされたということにはなってるんですよ。で行方は分からないんですよ実は。その後 M 資金が辻家禄という人物などを通じ政界に流れていることが判明したのね。その調査のため衆議院に不当財産取引調査特別委員会というものも設置され、さらにはだからこのね、隠匿滞蔵物資事件特捜部、後の検察ですよね、東京地方検察庁特別捜査部、これの元になったのはアメリカの組織ってことなんですよ。米から始まってんだ、うん、で一応この M 資金自体は戦後サンフランシスコ平和条約発効と同時に、まあ、日本軍からの接収は解除され、日銀の地下の倉庫に収められたってことになってるんだけども、秘密裏に無断流用されていたことが発覚していると、うん、もう M 資金いらないからお前ら大事に持っとけよってそれを使ってたと。それをそう流用してたと思うんですね。でさらに GHQ の少将ウィリアム・マーカットらが日銀、日銀に調査押収に訪れた際ダイヤをそのまま持ってかれたという事件があったとされている。でこのウィリアム・マーカットのマーカットから M 資金と言われているってことですね。マーカット資金ね、うん、なんかマッカーサー資金とかってよく言われるね。そうなんだけど、これ実はマーカットさんが元になってるんですよね、本当はね。で現在もこの M 資金は極秘に運用されているという噂もあり、行方知れずの秘密資金をめぐって現在に至るまでも様々な M 資金詐欺は絶えない。ああ、ある M 資金詐欺、うん、といういうふうに言われてると、うん、つまりこの東京地検特捜部というものは日本政府の機関ではなくアメリカの出先機関として設立されたということなんですよ、うん、東京地検。そうです、東京地検はもうアメリカの組織、アメリカの組織としてもともとは出来上がっているってことなんですよね、うん、だからアメリカにとって都合の悪い政権政党っていうものは阻止しなきゃいけないじゃないですか、うんうん、そのためにこの検察という組織が使われていると、うん、例えば鳩山由紀夫内閣とかね、うん、ああいうもので結構すぐ解体されたじゃないですか、うんうん、それやはり独立派閥というのかな、そういったものたちを、だからアメリカの傀儡政権ではない政権の場合は、うん、すぐこう潰しちゃうんです。都合悪いな、都合悪いよね、そのまま傀儡しちゃダメなのかな。ああ確かに ね、でもそうはさせしないでしょうね。で今の検察庁というところにも某協会のね息がかかった検察官が、まあ、大体100名近くはいるのではないかというふうにも言われていたりとかですね、いかつ、うん、とにかくそういう普通の組織じゃないということですね、いろんな外国の組織の息のかかった組織ということですよ、うん、それがまあ日本の司法を司っている。そうそうそう、だからそういうのが今裏金問題とかを取り締まったりしてるから日本の治安浄化なんではないかって言われてるんだけど、うん、そもそも日本にとって都合の良い動きはしないわけですよ検察というところでさあな、うん、つまりこれは意図的にやってるということなんですね。で意図的に大々的に報道されてるということなんですよ、この裏金問題とか。なるほど、だから本来議論しなくてはいけないものというものから目をそらすためのスケープゴートでしかないスケゴーなっていうことなんですよ、うん、じゃあもっとなんかやばいことが今動いてるかもしれないと。そういうことなんです。だから本当はもっと深刻な話があるのに、そこから人々の関心興味記憶を抹消するというか記憶を消すというかね、目をそらすっていうことになってるってことなんですよ。スケープゴートでそれってすごいですよね。すごいよね。だから今回ね安倍さん派閥がやられてるんだけれども、まあ、岸田総理は今回のこの裏金事件を受けて、まあ、外国のそういうとある人物がまあ検察によってこう捜査されてるっていう、それはその国を良くしようっていう意味合いで、ね、悪いことを行った人をちゃんと処罰しようっていう動きはあるんだけど、まあいいことだ、日本ではそういう動きはないんだよね。
だってこういうのをさ進めた人たちって普通にのうのうとしてるじゃないですか、まあ、日本の人でもイタリアのその人でもさやってることは同じなわけじゃん、民主だからね、だから本来であればねちゃんとそういうさ国の組織でもってさ、うん、逮捕というかさ、うん、摘発されてさ、まあ、裁きを受けなきゃいけないんだけれども、うん、この国はやっぱそういうことは絶対にない、うん、ないないない、ものすごく都合の悪い話あるじゃないですか、あるある、福島原発とかもそうだけどさ、うん、まあ、それ以降どういう人たちが増えたんですかっていうことを考えたりとかさ、なんで今ウクライナ以上に人が亡くなってるんだとかさ、日本がウクライナの次にが、だからそういうものの原因を追及する機関がないんだよね、うん、この日本には、うん、で本来はそういうことをするべきなのに、そういうことをしないっていうのは結局外国の圧力によっていろんな民間企業とかが入り込んできてるわけじゃないですか、その利益にそぐわない動きは絶対できないっていうことなんで、まあ、だから動かないってことなんですよね、だから今みんなは本当にすごい大々的にそういうのが摘発されてさ動くんじゃないかみたいな、権力交代起こるんじゃないかみたいな思う人いるかもしれないけど、うん、いやそんなこと起こんないんだよっていう、起こんないんです、政治家の闇が暴かれたみたいな報道のされ方で、ね、そうだからあのほら某教会のさ事件とかも出てきたじゃん、あれ別に出てきてもそんなにダメージないからね、意外とね、うん、あれでほら結局裏でいろんなこと動いたもんね、またね、うん、バラしてまた変なことしてる、そうそう、だから人々がこう関心を持つのってスキャンダルだから、本当大好きだよね、俺も好き、そういうちょっと汚職事件みたいなさ、うん、まあ、それも大事な話なんだろうけど本質的ではないっていうことなんだよね、うん、1年半前ぐらいですよね、某教会の話が出てきた、そうだね、安倍さんが亡くなられた時に その山上がね、あれ1年半ぐらい前だもんな、あれの時は結局何が動いてたんでしたっけ、あのね、なんか法案が通りまくってたんだよね、いろんな法案バーゲンしてたんだ、でもなんかすごく不都合なことが決まってたんだよね、あんまり表に出てほしくない、でも多分ね、お茶の間で上げてると思うんだよね、昔の見てもらえれば分かると思う、はい、皆さん頑張ってください、試してくれ、出てこう、やっぱ法案系である、そうそうそう、やっぱそういうの決まるんだよ、こういう時ってなんか法案が決まるっていう一定の流れみたいなのありますよ、そういうの作ってると思うよ、必ず、うん、そういう流れ、なんかイベントに合わせて、うん、芸能人のスキャンダルとかに回したりとかね、当たり前に行われてるからね、それも認めてるもんね、政治家自身、そういうリストあるって言ってるもんね、片山さんが普通に、うん、当時ツイッターで、次もう誰か行くゴーサインのリストあるって、うん、スキャンダルリストみたいな、そう、その薬物の黒の芸能人とかのリストはもうあるよって、うん、元総理大臣がそんな陰謀論をいきなり投稿し始めたよ、そうそうそう、でしかも鳩山さんだったかな、うん、日米合同委員会の存在もね暴露しちゃったからね、うん、総理大臣だよ、マウントポップフリーメイソンだし、マウントポップ、ね、スキャンダルに合わせて法案を通すんじゃなくて法案通すのに合わせてスキャンダル出してるってことですか、あ、そうだね、まあそれはそう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 、だからニュースは本質には触れないんだよってことなんだよね、メディアとか、うん、じゃあ今こうしてる間もなんか法案が、そうそうそう、通ってるかもしれない、うん、もしくはだからその今の会見とかの流れ止まったんじゃないかみたいな感じで平和ボケさせといて裏でこうちょちょちょっとね、うん、推進に向けて動くとかね、とりあえずそういうどうでもいい報道ではあるってことだよね、うん、裏の裏で法案が決まることもあるもんね、うん、あるからね、そのなんかのイベントの裏で LGBT 法案っていうのがさ、うん、去年通って、うん、その裏でなんかもっとやばいの決まるんだから、ああそうだね、 LGBT 法案もあれ裏で勝手に決まっちゃったんだよな、でその裏にもなんかあったもんね、もっとやばいのね、うん、もう忘れちゃいましたね、1年以上前なんで、インプットが多すぎるからな、うん、そうだからいわゆる今ね日本の治安維持部隊として動いてる検察というものはもともとアメリカ発祥なんだよ、とこだね、まあ、早かったら2024年に会見しちゃいますもんね、そうなんだよ、早ければ動き本当に見とかないと、そう危ないよ、だから国民投票だったらもう確実だからね、やっぱ組織を持ってるね連中がいっぱいいますからね、確かに、もうその人たちがもう一斉に票を出せばそれずるない、もう完璧に決まる、それに勝つんだったらまた新しい宗教団体作るしかないもんね、そうね、なんかやばい組織作んないといけないね、その思想がやばい、国会なくなっちゃえばいいのにね、どうなっちゃうのそれ、お前らバイトしろよいいね、じゃあ質問をいきたいと思います、はい、お住まいの場所や部屋の間取り、家具の配置の方角など風水的な要素を考えて取り入れたりしますか、トモさんなんですけど、いや俺は気にしてないよ、家具の配置までは俺気にしない、別に風水的にとか俺は気にしないね、災害リスクが大きいところは気にする、 あでもあるわ、間取りでちょっと風水的なのは俺ちょっとあるわ、扉開けて いきなりその水場があるのは良くないんだよね、トイレとかトイレ風呂とか洗面所とかが家の玄関があるじゃん、扉開けてすぐ目の前にそれがあると良くないと、あと階段とかこれ良くないみたいな、家具の配置とかは俺別にただ使いやすいようにしかやんないけど、うん、そういう家の間取りは結構大事よね、でも基本トイレって玄関開けてすぐありますね、目の前にはないから、別にたまになんかそういうとこあるけどね、うん、でそういうとこやばいとこでしょ、まあ、そういうとこは良くないみたいですよね、風水的にはね、やっぱり玄関開けてすぐ邪気がたまる場所に、うん、やっぱその水場ってそういうのたまるんでね、だから綺麗にしとかないといけないね、
ていうふうにも言うしね、横にある分にはまああれなんだけどね。よくあるじゃん、メゾネットタイプの家とかでさ、玄関開けたらすぐ目の前階段になってる家とかさ、うん、あるじゃないですか。あれは良くないみたいな。アパートとかにたまにやるやつだね、いきなり開けてるのがあってるの。家の俺前そういうとこ住んでた、そしたらめちゃくちゃチャンネル登録者数増えた。ああ、跳ね抜けるパターンもあるんですよ、うん、あるよそういうの。だっていみちとかに住んでる人でもさ、大金持ちとかいっぱいいるじゃん、高級住宅地とかもそうだけどさ、うん、だからそれは別に気にしない人も多いだろうし、うん、その人が強すぎんじゃないの。まあその人のそうだね、うん、パワーが強いから、まあ、そんな気にしないよっていう人もいるし、うん、まあでも風水的には良くないみたいですよね、うん、そういうのはね。でもまあ僕はいちいちそういうのは気にしないタイプかな。高速道路とか満員電車の近くも、ああ、うん、ああ言うよね、うん、電車は結構良くないよ、あれは普通に良くないよ。あれはもう科学的に証明されてるからね、線路沿い。あ、別に騒音がうるせえとかそういう問題じゃなくて、普通に電磁波の暴露がすごい。電線がさ、ほら通ってんじゃないですか、線路って。だから電線の近くも良くないからね、あれえぐいよ。あとスカイツリーとかね、東京タワーとか、そういう携帯電話の電波塔が立ってるところがね。ただ今それの深刻なのが、少なからず体に影響がある人、影響が出ない人いるんだけど、少なからず電磁波の影響って人間は受けるのよ。人間の体も電気が流れてるし、確実に受けてんだよちょっとは。で今一番深刻なのは、そういう電波塔っていうのかな、それがだんだん小型化してきてて、今箱みたいになってるのよ、携帯電波のルーターみたいなものがさ。でそれって今地面に埋められてるのよ、だから超怖いのよそれ。下から食らうのよ今度。今そういう改修工事めっちゃ行われてるんですよ、特に都心は。電信柱立ってるじゃん、あれも景観を考慮してとかっていう理由で最近どんどん地中に埋められていってるよね。小池百合子さんがもう東京から電柱をなくすことを目標にして、それを地下に移動させるっていうのがあるんだけど、うん、それは結構怖いんですよ。だから自分より背の高いところにあるからまだマシなんだけど、うん、今度自分の下に来るんで、下から受けるっていう、うん、あと自販機の裏にペタッと貼ったりとかね、そういうのもあるんですよ。富士は、富士って、まあ、メートルか、うん、直線なんだよ、周波数が高いこと直線飛ぶんですよ電波って。だからいっぱいそれ立てないといけない、広がらないんで。そもそもその日本の法律として決まってないよね。外国であるんですよちゃんと、電波塔の半径 300m だったら以内には建物建てちゃいけないとか、人間が住むね住宅を建ててはいけないとかあるんだよ。日本はそれはないし、国によって基準はまばらなんだけど、オーストリアかな、オーストリアが一番厳しいんですよ確か、電磁波系の。日本はそれの100万倍緩いって言われてるからね。だからあれと一緒だよね、まあ、農薬もいろいろこの国は緩い。売る側はいいかもしれないですけど、買う側からしたらちょっと、そうそうそう、リテラシーないとダメ。だからまあ売る側が儲けるようになってるからね、まあ、しょうがない。それはずっとそうだよね。井上さんなんかあるんですか、うん、意識して。いやマジでさ、極端だから意識したら全部意識しちゃうから、もう考えないことにしてる。そこは止まんなくなんない、そんなの考えてたら。ここもダメじゃん、ここもダメじゃんって。そう、避けようがないんで全部。そう、絶対無理なんだよ。 100% 最強ですみたいなとこないと思うよ、うん、この辺。地名だったりとか、そこが、まあ、どういう土地なのかとか、地盤はしっかりしてるのかとかっていうのは気にする。家具の配置とかは気にしないけど、まあそれ以外場所だったりとかはなんかねある気がする。まあ、ある程度はね、それ最低限ってあるかもね。なんかある気がする、住む場所によって。不動産で言われるよね、浸水被害とかね、うん、ここはハザードマップ的にはとかさ、浸水する地域ですとかさ言われるよね。それ言われます。まあそういうの気にすればいいんじゃないですか、最低限。災害の被害を受けないところに住めばいいんじゃないですか。東京なんて汚れ地ばかりだよ。知ったねえよ、不正だから。渋谷とか池袋とかさ、不正じゃん。あれ臭い歴史がいっぱいあるんだよ、あるところは。間取りを気にするかってことね。ちょっとだね、俺はちょっと。うん、あ、理論は不利よ。うん、でも政治はちょっとじゃダメですね。ああ、まあまあね、だいぶ気にして。あ、でもそれ僕らにどうもできない話ですからね。そうです、うん、だからそのルーツを知っとくというのは非常に大事じゃないですか。そうするとなんかいろいろわかるじゃないですか、仕組みが。仕組みを知っとくというのは大事だと思います。信じるか信じないかはあなた次第です。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくな。新年迎えれたやつはぜひ DMM 入ってみてくれ。あとイベントも良かったりしてくれ。